痛かったわ。だってありがとう。お待たせしました。よかった、今日本当に2周年記念お祝いです。しましょう。カジマです。アップアップガールズ過去日記のカジマでございます。皆さんお元気ですか。本日ですね、ちょっと無理だと思ってたんだけどな、まさかのショールームできたよ。すごいできないかと思った。2周年です。2周年です。もうすぐだね。あと何分？ 3 分とか。よかった、ちょっと配信できてよかったです。無理かと思ってたからね。今何時だろう。時計がこの部屋にはないからさ。いよいよ2周年ですね。あ、2周年になってる。あれ59か、まだ。もうちょい？なった？ 59？ なったかな？おめでとう！パンパカパンパカパン！ 2周年でーす！ありがとうございます。20年記念ハッパブガールズ過去日記のカリジマエです。やった、皆さんのおかげでなんと、ショールームの毎日配信を2周年記念することができました。ありがとうございました。いや、とても嬉しいです。2年間よく頑張った、ありがとうございます。お疲れ、ありがとうございます。ブレスがやばい、あはやばい、ありがとうございます。普通のおめでとう、おめでとうございます、おめでとう。いや、とっても嬉しいです。ちょっとね、今日は普段読まないこのランキングみたいなの読んでみますか。どうすればやろこれ。あ、でもちょっと切れちゃってる。ちょっと読んでみたいと思います。累計のやつですね。累計、今の Now のランキングが新也くん、マウスくん、立ち風木風くん、今ワンツースリーになってますね。ライブ累計の方ですね。いろとりさん、ヨッシーさん、アレックスさん、ナーさん、テッテちゃん、佐藤くん、ハローくん、おーちゃん、おさち、しらぬいさん、マーブルさん、あ、やべ、無事でした。水越くん、ゆきまちゃん、マージーひなさん、むさしさん、細ぴーさん、すずめさん、さえもんのちょうさん、くまきちさん、エス
くん、アハトロさん、ジージさん、ニャンタムさん、カニワライオンさん、ケースキアティさん、サッカイさん、ザキユキちゃん、エルエンさん、ボーエさん、イーダレンさんが、この累計入ってますね。ありがとうございます。いや2周年のこう本当にありがたいことにね、うわ皆さん2周年記念のギフトも本当にありがとうございます。フロスさん、カニワライオンさん、メガネくん、コブシバクトくん、ギボンさん、アイワオカさん、チークさん、テテさん、サイフォン、アイちゃん、ヒラミちゃん、サイフォン、ありがとうございます。本当にパッパ火事です、火事です。カイさん、カイさん、カイさん、ありがとうございます。2年間ですね、毎日皆さんにカジ島屋をお届けしてきましたけども、いろんな家事がね見れたのではないでしょうかっていうと、なんかそこよく言い過ぎだけど、ふとした時に、あ家事ショールームやってるわ見ようって思ってくれて、見てくれた回がどんな回だったかっていうのは多分いろんなのがあったから、あの皆さんのね思い出に残っているものは多分それぞれだと思うんですけども、カジ島は本当に20年迎えることができてよかったなって思っております。よかった、正直こんなに続くって思ってなかったし、続けるつもりもなかったからびっくりしています。うん、諦めずに毎日続けてくれて感謝。いや本当に、いやありがとうございます、ありがとう。台湾行った時もやったし、どんなに夜が遅くても朝が早くてもやった気がします。スケジュールがパンパンでも、もちろん一日オフの時でも、おばあちゃん家に泊まりに行った時もやった気がします。だからよくよく考えると、あのね、ここじゃなくておじいちゃん家に行った日とかもやった気がするし、あ、梶島家が台風で停電になった日にもやりましたね。台風被害で私家に帰れなかった時もやった気がします。あ、顔がパンパンでも、うん、だいぶベソかいてた日もやりましたし、いろんなことがあった時もやりましたね。メンバーが卒業する時も、私が一番最初にこう皆さんにショールームで顔をお見せする時とかありましたしね。私が一番最初に顔を見せるってなった時、本当にあのどういう気持ちでショールームやればいいかなとかいろいろ考えたりとかしました。いやー、ほんといろんなこと、ドスッピンでね、顔もくもくの時もありましたよね。ニューコインプラスに出演されてるのですよね。はい、出演してるときは出演できるように頑張ってるところです。イエーイ、よかったら応援してください、タカくん。いろいろありました、本当に。うん、そうだね、ママ島さんのお迎えの時もありがとう、明石家さんの時もそうですね、カバンの時もありました、停電の時もねあったんで、マイルチャージになるとすげえ普通気が狂う。いや、気を狂わせないでくれたのは皆さんですから、本当にね、このね、いや一つ一つのコメントにも励まされ、いつもねこうアバターも実は見てたりして、あいつも来てくれてるなって方も私は知っています。本当にありがたいです。いつも見てくれてる方も、コメントしてなくてもね、多分見てくれてる人ここにいますから、本当に嬉しい限りです。ミミちゃん、モモちゃんにもね、私が喋れない時とか出てもらったりしてたな。停電の時、マネちゃん自身の救急処置もあったけど必要なかったのな。確かにやったな、ちゃんと喋れなくてボードの日だったもあったね。本当に喋れなかった時もあった。常に顔出しで配信するポリシーすごい。ああ、そうなんですよね、私的に。どんなに忙しくても、次々暇あったら暇でやりたくなってやってしまう感じ。確かに。割と、あ、今日時間あるな、ショールームやろうかなってなってやることはもうしょっちゅうですからね。姉島さんのファン増えた。ダメで増えちゃう、そこ。ハゲ伏さる。そう。私は、まあね、ラジオ配信で毎日配信を続けることもできるんですけど、
私多分今日まで一回もラジオ配信だけの日はなかったはず、私の記憶上。一回は顔を出すって決めているので、はい今のところはね。本当に何かあった時はもしかしたら LINE ライブとか気持ちました。あの時めっちゃ大変だったな。 LINE ライブの時はもうずっと配信してたもんね。ショールームもやらなきゃいけないけど、俺も LINE ライブもやらなきゃいけないし、なんか違いもつけないと、でもみんなのために頑張ろうってそう思ったのめちゃくちゃ覚えてる気がします。うん、あったな、懐かしいです。ダルマアバター続けてよかった。カイさんずっとこのアバターだよね。ありがとう。飽きた、飽きたからだけ見てるってね。すねかじの日もあったな。めちゃくちゃ機嫌悪い日もありました。あ、コーヒーさんだ。20年くれてる、ありがとう。コーヒー飲んでる、今日もコーヒー飲んでる、茶色いペンでコーヒー飲んでる。無駄さん、ありがとう。本当に何かあった時が怖いよ。あー頑張った、足ありがとうございます。冬のか、あ、服の肩が降りてる。確かに夏休み削ったね。あー、全部ショールームに費やしたりとかしたね。武蔵さん、あー、ありがとう。一緒に来る、おいちゃんハートありがとう。ラブゲさん、アレクさん、クマケチさん、富弘くん、カイさん、テテちゃん、モタガちゃん、クールさんもありがとう。嬉しい。カニワラ4さん、コブシ、パクトさん、今岡さん、嬉しいね、本当に本当に嬉しい。ゆいたろうくん、いやー、ありがたい。ワイプが出てきた時はドキモノ書いた。あー、そうだね、本当にいろんな技術を覚えたからね。ワイプつけたりとかね、できるようになったし、音声なしで見てるときにホワイトボードにメッセージ送って嬉しかった。あー、ね、無音で配信、無音だよって人とかにメッセージ書いてたりとかもしてましたね。それ最近また始めようかな。そう、ホワイトボードがね、一時期ねなかったからね、私。最近ありますけど、ガガえてきた時の爆笑、私があったな。そんな配信も、配信うまくなったよって思ったよね。最初本当にいつも緊張しててさ、配信終わった後緊張しすぎて声枯れてたんです。でも声枯れなくなったし、ホワイトボードの前はスケッチブックだったしね。いろいろ進化を遂げている。毎日やるって本当にすごい。あ、いやいや、皆さんのおかげですよ、ありがとうございます。本当に、いや、本当にいろんなことがありましたね。でも続けてよかったって今思えてることが本当によかったと思いました。初期はね、ショールーム始めてコメントが来なくて、全然コメントが来ないし、そう、何喋ろうかなとかすごい考えてて、高校を卒業してからの時は本当に毎日がすごい暇で、5連休とか月火水木金何も ない日とか、まあ午後はねあったとしても、夜に仕事があったとしても、本当に暇で、これやばいなってずっと思ったんですけど、そういう時に支えてくださったのがこのショールームだったりね。私は酒井さんのハッシュタグ蔵出し家事を楽しんでます。何それ、何それ、ちょっと見よう見るね緊張してる頃の家事。いや、私ね、本当に人が見てくれてるってことが今までに本当になかったので、見てるって考えるだけで汗飛ばなくて、でも今は緊張よりも嬉しいのが勝ってるから、はあ、少しは成長したのかなって思っております。一時期はショールームで本当に何も喋りたくなくて、なんだろう、何の時だったかな、もう喋るのが嫌で嫌で、もう辛い、喋りたくない、もう喋るの嫌だ
ってなってた時もありましたけど、そういう時も星投げてくれたりとか、配信したらすごい待機してくれて待ってくれたりとか、私の配信始まってると思って多分来てくれたんだろうね。私のアバターをさ、月でポンってここにポンって来てくれて、後ろの方でもポンってうちのアバターつけて来てくれてる人とか見ると、あ、カジ配信やってるから、あ、見ようかなと思って見てくれてるんだろうなって思ったりとかもしたし、あとはコメント、本当に喋るのがしんどい時もあったけど、コメントでこう話を導いてくれたりとか、そういうのってめちゃくちゃ嬉しかったりします。アバターつかなくてごめん。え、いいんだよ、いいんだよ、いいんだよ、全然。そのアバターも好きだよ。そのスタンプ私持ってるし。そりゃそうなりますよね。だって、いやいや、そうやってうちを見つけてくれたのも嬉しいんだよ。ひらりちゃん。映画起こるか分かんないからね、ほんと。え？バレンタインが楽しいから大変ですね。我が家にもこの前2周年を迎えた娘がおります。わお。家にいる。すごいそれ。みんな好き。いや、そうなんかな。俺もずっとこのまま、確かに。ね、初期のやつ、ずっと。何気なく見に来たらどうすか。本当に？わあ。それめちゃくちゃ嬉しいな。ありがとう。大変さが分かります。いやー、家の方々には本当にいろいろ迷惑はかけてる気がします。私が何かの時ショールームを投げ出そうとした時とかね、まあいろいろありましたけど、今本当投げ出さなくてよかったなって思ってる。毎日配信見てくれてる人、見れてる人さ、いやー、カジのマネージャーしさ、すごいゲリラとかあるから、毎日見るの難しいかもね。ミミちゃんは貧乏返されて、確かに確かに。おいちゃん、いつでも聞いてくださいだって。何？ソイフォン絶対見てるか、見れない人はソイフォンに聞いてるって、すごいすごい、友情も芽生えてるんだ、すごい。たまには夜遅くやってる配信を見て面白いと思ったのを川島さんを知ったきっかけ。うわー、嬉しい。シロ君だ。ありがとう。シロ君のアバターいいですね。ギター弾いてるやつだよね。ね。2年すごいな。自分が2年続いたら家事のことを考えるくらい。うわ、嬉しい。ありがとう。いや、それ続けるの大変だよね。ありがとう。鬱陶しくなんない。大丈夫。いやー、楽しいなって思うのは、梶島流行語大賞とか企画が思いついた時、は、これみんな楽しいって思ってくれるかなとか、あ、これ喜んでくれるかなとか考えるのはめちゃくちゃ楽しいなって思うことの一つです。あとは、すごい、初期何でも教えてくれたの本当感謝で、嬉しい。ありがとう。おいちゃんも、ね、今はアップができるライブに行くようになりました。嬉しい。本当に嬉しいね。火事の配信がなければ。よかった。本当にやってて。本当に最初に始めた理由が、まあ、朝早起きしろってパパに言われたことと、あ、時間ができちゃうって思ったことと、私のその鹿島の配信きっかけでアプガニキのことを好きになってくれる人ができるのかなとか、これは私のできることなのかなっていう、そういう本当にちっちゃい理由から始まったショールーム毎日配信だったけど、まだ高校生でしたね。卒業する前だ。高校生からやってたんだもんな。
今では成人式で私のショールームまで見てくれてる子がいたり、ショールーム配信してるってことをこうなんか知っててくれたりとか、ママの職場の人が星投げてくれたりとか 知ってくれてる人も増えたし 今はね、本当に何よりも嬉しかったのが、私のこのショールームをきっかけにしてイベントが開けるようになったこと。月1で定期的にトークイベントを開けるようになったことで、それにみんなが来てくれる人がね、いるってことかな。それがめちゃくちゃ嬉しかったりします。眠いって言ったら社長から起きろってコメントが来たら笑った。本当ですよ、びっくりしましたよ。私初めまして、事故物件の足で頑張ってるのみたいでしたか。ホンさんやばい。じゃあ泣いてないバージョンのやつやるね。このリコーダー大好き。このリコーダーを実はショールームで生まれたんですよ。誰かがコメントしたからね、鼻で吹いてよって覚えております。嬉しいですね。とても楽しい配信ができて嬉しいです。これからはもう続けていけるように頑張っていきたいなって思っております。何してんねんだって。世界一 ありがとうございます。私はただの女の子なんですけども、ここまで見てもらえる人っていう方にて出会える場所を作ってくれたのはすごい嬉しいです。すごい、ツイッターもフォローしてくれちゃってありがとうございます。ああ、配信内容がいい感じやって、うわ、もし趣味を披露、ショールームで披露してなかったら多分一生だ、どこでもどこにもやらなかったと思うし、ゲームもね、割とやるけど、本当に皆さんには感謝しています。パワーアップできるようにこれからも頑張っていきたいですし、何よりも、なんか、配信事故みたいのがなくてよかった。それすごくない？割とさ、生配信って事故になることってさ、割とあったりすると思うんだけど。あ、姉ちゃんが映っちゃったこと一回なかったっけね。あった気がする。怖い。あったな。火事ほど。火事、あのリコーダーもちょちょっちやる人もいるけど、火事ほど怖い感じ読めない、ホロさん。こうやって
によって通りすがりになる方もいますよねってフォローさせてもらいますね。嬉しい、ママメロちゃんありがとうございます。まあ事故っぽいことはたくさん起こっていること、あ割と起こってたか確かに。でもなんかさ、わかんないけど配信切り忘れたことあったけどね。配信なんだろう、なんかさ、もっとなんか大変なことなんだろう。いや割とわかんないか、映っちゃいけないものってなんだろう、なんか他のお化けとか映っちゃったりとかさしたことないよね。なんか、うん、大きい事故も怪我もなく、確かに部屋の中が映ったことあったけど大丈夫、あれは大丈夫別にそう、あとあ、うん、そうそうそう、お化け映ったら怖いね。でも寝落ちとかない、そうないないしね。あとあれだよね、あの写真フォルダーもバッて写っちゃった時、写真フォルダーの中携帯につないでてパッて写っちゃった時さ、あのなんかこう例えばだけどすごい家族の写真とかがパッて写っちゃったりとか、パパとかママとかの写真がパッて写っちゃったりとかもなく、本当に自分の自撮りとアブガニキの写真だけしか写ってなかったりとか、なんか それもすごいなって思ったの。これさ、もしだよ、もしちょっとでもさスクロールしてたらさ、家族の写真とかパッとかさ、友達の写真とかパッとか出ちゃったらって考えたらさ、私って奇跡の持ち主じゃない？すごいよね。なんか誰かに迷惑かけちゃうこととかもしてないしね、すごいなって思った。奇跡でした、すごいな自分って思いました。割と写真フォルダーにいろんな写真貼ってるんだけどね、家族の写真とか友達の写真とか。そうでもね、たまたまやけど2期と自分の自撮りだけのとこだったりとかさ、すごくないって思ってさ、すごいなってすごい思った奇跡を続けて20年わかんない、明日なんか起きるかもしれないけど、わかんないけど、とりあえず何よりもイベントかな。イベントでたくさん負けて悔し泣きもかかしちゃったけど、本当にいろんな素敵なものをもらいました。ショールームイベントで勝ち取った渋谷の大きいサイネージ、ショールームの CM の時、あれは私の初めてのソロ仕事でした。私は一人でお仕事したことがなかったんですよ、グループの中でもずっとなくて、やってみたいなと思ってたけど一人じゃ何もできないなっていう方が強かったから、そうそうそう、皆さんが導いてくれたのすごく覚えています。夢は女優ってなっちゃったやつね、そう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 ね。あと109か、109もね本当に嬉しかったな。自分のもちろん大きい画面に自分が映ったりとか、グッズをね、自分のグッズをね売れ残ったりとか不安だったけど、全部なんなら追加注文まで行くことができたんです。それがすごく嬉しかったです。ありがとうございます。動画撮りに行ったなって嬉しいな。夏休み返上して頑張った、あーそうね、夏休み全部捨てたもんよかった捨てて、えそこは本当に初めて5連休じゃないか、私はさすがあったんだよね、収録が一つあったけど5連、まあ私は4連休じゃないか、4つぐらいね、今日ってお休みもらったんだよね。そう、その時うち何をしようって、いざもらった時は旅行行く、でもなみたいな、どうしよう、飲み行きたいところどこだろうって考えて、あショールームやりたいってなったんだよね。でもどうしても出てみたいイベントがあって迷ったの、やっぱりもう一生この休みはないかもしれないなって思っておじいちゃん家に泊まりに行って顔見せに行った方がいいのか、もう家に一緒に住んでるおじいちゃんどっか連れてってあげるかな、うーん、あと私どこ行きたいとこあったっけな、あ泊まり誘うかなって考えたんだけど、
でもこのイベントをここでやらなかったら後悔するかもなって思ってやったんや。そうだ、スマホケースの付け方が分かんないみたい。なんか100均で透明なケースとか買っていただいて、それにその後ろについてるね粘着テープみたいなペロッと外してパタッと貼るだけで、シュッて上にこう出すと写真撮れるようになってるから、あ、そうそう、よかったな。深夜のギター練習、あー、だね、ああ深夜のギター練習はあったな。もう本当にひたすらにギター弾いてた時期ありましたよね。あの時何を考えてたんだろう自分はっていうぐらいずっとギター弾いてたくなったな。最近こっちのアコースティックギターの方は弾いてないです、あんまり。よいしょ、うん、ギターばっか弾いてたから前懐かしい赤坂前にさ、前大変だったっていうのもあるけど、まあ、いろんなこともあって、うん、声が出なくなったんだよね本当に赤坂に立ちたいって思いもあったし、やることが本当に追いつけてなかったりとかして、悔しくて悔しくってギターずっと弾いてたで結局歌ボロボロだったけど、私は歌ったなって覚えてる。うん、いろんな曲弾いてたね確かに。声が出ない時期本当にあれ、結局私の、まあ、管理不足もあったけど、緊張だったりとか疲れとかいろんなこと考えちゃって声出なくなっちゃって、毎日泣いてました焦りで。赤坂で声出ないなんて最悪だ、何のために今までなんだろう、声についてすごい頑張って今日まで来たのに何のためにってすっごい言ってたなっていうのがあったな。何そうそう、悔しくて上手くもないギターばかり弾いてましたその時。空飛べなかったのが懐かしいですよ。懐かしいますね。少しだけ強くなったね、本当だね。あれ？
ろんな怖さの中だけじゃなくて全部いい方向に進む年齢にしてるのが本当に素晴らしい。いやいやいや、いっぱい泣きましたよ。やっぱりショールームでも泣いちゃった日もあったしね。いっぱい泣いた気がする。でも泣いた涙の数より私鼻水の数の方が多かったと思うから、割と涙が出たっていうの忘れちゃうぐらい鼻水出たから、涙よりも鼻水の印象の方が強いな。うん、そんな時イエイエイ、こんな時イエイエイですから、本当に本当だよ。これからもギリギリまで曲こうなかった。そうだよ、めっちゃこれからもギリギリに曲来たんだよ。間違えた。違う、最後なんだっけ、これか、違う、これだ。最後わかんなくなっちゃった。間違えちゃったよって、やだ、違っちゃった。まあこんな曲もね、ショールームのね時すごいやっぱ練習したよね。最後間違えちゃった、わかんなくなっちゃった。おかしいな、またギターでどこかで披露
できないかなって思ってるけど、なかなかギターで披露するタイミングっていうのを見つからないなって自分で歌作ったらいいのに、作詞作曲の才能ある気がします夢だよね、なんか作ってみたいっていう夢はめちゃくちゃあったりするんだ曲はねすごいずっと言ってる、作曲してみたいですって言ってるんですけど、待って何これめっちゃでかい2周年来たんだけど、何これ、ラブ曲これ何、あれありがとう、何だろうそれ、待って、なんか書くわ、待って、ほんと2周年だわ、くれちゃった、2周年ってどうやって書く、こうか、はい、2周年のです、ありがとうございます、嬉しい、2周年ありがとうございます、とっても嬉しいです、やったありがとう嬉しいありがとうございます、こりゃ嬉しいの、タコさん、関根さんソロライブ、わあ、ソロライブね、え、やソロライブって私がやったら来てくれるの誰かちゃうわなんだけどどうなんだろう、ありがとうございます、2周年本当にみんながこうやって祝ってくれるのめちゃくちゃ嬉しいです、感動したのだって、俺念がないです週までにしちゃった、ちょっとでかく書きすぎちゃった、シュウが顔みたいな顔やって2周年記念にボスに何か、あ、行くわってアコースティックライブ、この子をマスターしなきゃだな、そしたら早くこのエレキギターくんをね、あら、何も弾けないもんな、これも弾けるようになったらだな、そのライブしたいけどエフェクターも買いに行かなきゃな、マスターすぐには3周年近く、アコースティックライブ私できるかな頑張ります、お歌の方も頑張らないといけないからね、で2周年記念の何かができたらいいなって思います、じゃあ今日はこの辺で、皆さん本当にありがとうございました、おすすめ記事、あ、ありがとう、お歌大事ですね、明日はですね、
何時から配信できるかな。ちょっと不安ですね。ちょっとこれ今何時？時間やばい。早く寝ないとやばい気がする。早く寝て。やばい、もう1時だ。これ大変だ。何時に配信しよう。8時半にしよう。8時半からやろうと思います。皆さん見てください。今日8時だったよね。8時半大丈夫かな。どうだろう。大丈夫。今日も頑張ったで、今日も楽しい一日でした。本当に明日はどんな一日になるかな。こまりさん楽しみだな。よろしくお願いします。みんな明日もよろしくね。本当にありがとうございます。これからも皆さんにカジターテインメント届けられるように頑張っていきますので、よかったらまた見に来てください。それではこれスカットです。お手を拝借。せーの、以上です。ありがとうございました。おやすみなさい。Yeah.